ちゃくちゃ嬉しいですね。もう本当に自分の出た CGS のグランドファイナルにすごい後悔というか未熟な部分が多くて負けてしまったっていうのがずっと残ってて、いつかリベンジしたいと思ってたので、またこうやって本当にプロとして1年半以上活動してきてスキルアップできた自覚もありますし、そういった中でまた戻ってこれたっていうのは本当にリベンジの機会として本当に嬉しいです。今回のレージはデイ1で本当に最後佐々木も惜しくも負けてしまって、本当に僕だけがデイ2っていう感じで、ちょっと孤独ではあったんですけど、ただ試合の間とか京馬さん遊びに来てくれてたりとかして、チームメンバーの顔は見ることできたし、ツイッターとか LINE とかでも、チームメンバーが連絡くれたりして、そういったところ励みになりましたし、やっぱり本当にこの1年半ぐらいで何変わったっていうと、やっぱチームメイトができたことだと思ってるんで、本当にみんなには感謝したいと思います。個人戦ではあるんですけど、やっぱりチームの名前を背負って出るっていうところに変わりはないので、レバンガ札幌普段から応援してくださってる方も、グランドファイナル楽しんでいただけたらなと思ってますし、本当にグランドファイナルに、そこで終わらず、その後の世界大会にも同じように応援してもらえるように頑張りたいと思います。